中年オタッキーです。息子の家庭教師とかやっててちょっと疲れてるのもありますけど、なかなか進めないでいます。今ちょっと関東に向かって走ってるんですけど、今滋賀県のね、大津サービスエリアってところにいるんですけどね。でもどうせ止まってるんだったらね、動画作ってしまうかなと、まあ、わけのわからん理論ですが。で、ツイッターでね、ちょっと、紹介しました。つぶやきましたけどね、ヤフーアクションで久しぶりに落札できました。もう最近フィルムカメラの値段が上がって、誰も競ってこなかったら落札できるっていうレベルにはなって、まあ予算が少ないのもあるんですけど、まあせっかくね、落札したんで開封動画にしていこうと思います。それでは動画スタート。それでは開封していきましょうか。もう最近ね、どんどん老眼が進んで、メガネをかけないと何にも見えないので、とりあえずちょっとメガネをかけてからと。これね、今朝送られてきたんですよね。仕事に出る前にね、運よく送られてきまして、今日開封できておりますがね、ダメかなと思ったらギリギリでね、送られてきました。よいしょ。ん？どうなってんだこれ。なんか力ずくになっておりますが、よいしょ。今回はね、ちょっとね、1900いくらだったかな、そのぐらいでいくらだったか忘れちゃったよ。落札しました。送料がね、1100円、全部で3000円ぐらいにはなったんですけどね、ちゃんと動けばそれなりに値打ちがあるカメラだと思いますよ。あ、またゴミだね、ゴミが。よっと。ゴミがたくさん増える増える。あ、もうこんな感じですね。逆さに入ってた。よっこらセット。さあ、出てきますよ。よいしょ。お、ストラップがついてる、嬉しい。はい、これね、念願の、カメラのことだ。アルファ9000でございます。思いっきり液晶漏れしておりますが、まあそれはもうどうでもいいか。液晶漏れなんかこのカメラの持病らしいんでね、もうそこは諦めるとしてね、レンズはカビてるっていう話なんですけどね。よっと、よいしょ。ああ、カビてるけど、ほんのちょっとですね。逆光じゃない限りはそんなに影響出ないんじゃないかな。よっと。本体の方なんですけども、これ電源どうやって入れる？ああ、やっぱりね、グリップはもう割れてますね。もうバラバラな、多分ね、これどんどんバラバラになって落ちていくと思うんで、全部ね、剥がして皮かなんか貼っつけると思いますね。電源はオンになってるから電池はなくなってるっぽいと。これ電池どこから入れるんだ、どうやって開けるんだこれ。ん？変わってる。ノブを引っ張って電池ボックスを引っ張り出す方式ですね。これ電池買ってきたんだよ。単三電池2本で動作する、単三電池2本で動作するオートフォーカスカメラということで、そんなのでちゃんと動くのって話なんですけど、単三電池よっ。100均によってね、電池は買ってきたんですけど、ちょっと単三切れてたんで、よっと。こうかな、はめに行く、よっと。さてどうでしょう。ん？お。巻き上げなきゃいけないですねこれね。
やもう、オートフォーカスカメラだからね、今ワインダーが動かなかったんで、うんと思ったんですけど、このカメラね、オートフォーカスのくせにね、巻き上げがね、手動なんですよ。ん？なんで真っ暗なんだ？あ、これか。ん？ん？オートフォーカスが動かないぞ。オートフォーカスは動かないな。レンズを変えてみよう。レンズどこやったっけ？ミノルタの LFレンズ。ちょっとゴミを後ろにやっちゃってすごいことになった。一旦動画止めます。レンズが出てきたので、よいしょ。残念、オートフォーカスは動かないようです。一番肝心なところだったのだが、なんか他に方法あるのかな。もうどん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 グリップが落ちてくるぞ。もう全部落としちゃえ。どんどん落ちてくる。これセルフタイマーか。これなんだ、これはなんだ、なんかわからないレバーがある。使い方がわからないぞ。4000分の1の F22 と書いてあるし、シャッターは切れるんだけどね。やっちまったか、これ。やっちまったのかな。きっとわからないな。フィルムの上げ方もわかんない。お、これか。おお、これフィルムも巻きも手動なんですね。開け方どうやって開けるんだ、これ。さっぱりわからないぞ。ちょっと調べます。結論が出ました。壊れてます。やっちまいましたね。久しぶりにね、久しぶりにねって、まあ結構僕の動画ね、50% ぐらいですがね、最近ね、ちゃんと動くやつね、動いててもね、焦げ臭い匂いが出てダメになったりとか、もうそもそも全然動かなかったりとかですけど、今回はね、一大落札なんで、ちょっとダメージでかいですね。結構3000円ぐらいしましたし、でね、シャッター切れるんですね。シャッターは切れるんですよ。で、今ね、これもしかしたらレンズの関係かなと思って、同じ時代に発売された3570装着したんですけど、AF も動かないし、で、絞りもシャッター速度も固定のまま動かないですね。で、まあ、固定絞りで撮れるじゃんと思うんですけど、4000分の1の絞り22で固定されてるんで、ものすごい高感度フィルムを入れないと撮ることができません。めちゃくちゃ増感する。トライアックスでもめちゃくちゃ増感するかな。何段だ？5段増感。ということは、400、800、1600、3200、6400、12800か。
12,800 まで増加してようやく、お昼の写真が撮れるかなと。まあそんな感じで今回の動画ねやっちまいました。はい、ねこれ見えるかな、4000分の1 F22 でね、もう全然うんともすんと言わないんですよ。これ固定なんですね。もうマニュアルにしようが何しようがね、固定なんですよね。何しても同じ。うん。で、ISO ボタンを押して ISO 変えようと思っても何も反応しないし、AF もね、動かないですね。ファインダー表示もしっかり出るのにな。こんなジャンクあるんすね。電子カメラでね、一応シャッターは切れますと。で、電源が入る、シャッターが切れる。これで電子カメラでここまで動かないのがあるんだなぁ。電子カメラ恐るべし。はぁ、やっちまいましたね。まあ、ミノルト α9000 ね、故障している個体が非常に多いカメラなんですけどもね、α9000 をね、入手できれば、α7000 の時期にね、発売されたカメラ、コンプリートだったんですよ。α5000 も持ってるし、α7000 も持ってるんで、あと α9000 だけなんですよね。でもね、今回ダメでした。そんなわけで、ここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今回は北野隆さんの作品から、2枚ですね。タイトルは1枚目が空へ。2枚目がシーズンオフということですね。ともに C35、コニカ C35、フラッシュマチック。フィルムはコダックカラープラス200ということですね。2の左上のしましま気になりますが、そのまま投稿します。なんでこんなしましまになったのかわからないっていうことですけども、写真なんですけども。青は非常にいい発色ですね。この、ヘキサの 38mm の F2.8 だったかな。非常に良い映りをしますね。解像度もバッチリだと思う。これ4枚玉だったかな。で、2枚目のシワシワということなんですけどもね。なんかシワシワになってますね、確かに。これなんだろうな。わからないな。まあ考えられる原因としては、カメラの中で何かに当たった、もしくは現像処理中に何かあったね。でも現像処理中に何かあったらね、横方向にこう動いたような跡になるんで考えにくいんですよ。ちょっとわかんないですね。誰か、ご存知の方、わかるっていう方おられましたらね、コメントの方にお願いしますね。はい、北野隆さんありがとうございます。次がね、ズボラさんの作品ですね。これはー2枚になるのかな。2枚ですね。寒い中お仕事家庭教師&動画撮影お疲れ様です。北陸の雪大変ですが、あちらに行かれば、どうぞ気をつけてください。作品投稿します。久々の白黒現像しました。1枚目タイトル、季節の贈り物。カメラがキャノン T70、フィルムがケントメア400、レンズ FD35mm3.5 ですね。2枚目がね、松の肌。カメラ、レンズ、フィルムは同じ。T70 はオート専用かと思ったら、いろいろ撮影モードがあるのです。ちょっと調べ必要がありますってことですね。で、写真なんですけど、どちらも縦構図ですね。1枚目はカゴの中、自転車のカゴですね、これ。これ、イチョウの葉がたくさん入ってるんですね。ちょっと光がないんで、光があったらこれ相当面白い写真になってたかな。で、松の葉ですけどね、これはもう単純にね、レンズの解像度テストみたいな感じの勢いになっております。これもちょっと光はないんですね。うるさいな。まあ、これはなかなかの写り。FD35mm ね。なかなかの写りになっておりますね。ケントメア400っていうか、ケントメア400ね、安い割にはまあまあの写りしますが、ちょっとこの間値上げになってしまいましたね。もうフィルムの値上げどうしようもないですよ。どんどん、変わっていっておりますね。はい、ズボラさんありがとうございます。次はね、ダムお猿さんから2枚ですね。中年おたきさんお疲れ様です。昨年末にキャノン A35、デッ
デラックスかをジャンクバッグから救出しましたので撮影してきました。フィルムは富士カラー100を使用。タイトルは続く、長く続く送電線と夕日を絡めてみました。2枚目が夕日、同じく、キヤノン A35 デラックス。支柱で太陽を隠したつもりがパララックスで思いっきり太陽がありました。なるほど。まあ、結果オーラで写真撮れましたということですね。で、作品なんですけどもね、これ1枚目はね、本当にね、壺を押さえた作品になっていますが、それに夕日が花を添えておりますね。これフレアもね、いい感じで広がってて、まあ、フィルムカメラらしいエモい写真になってますね。で、2枚目も同じ理由でなかなかエモい写真になっております。富士カラーは100ということですけど、まあ、夕日のね、色がやっぱここまで、オレンジ色になっておりますね。いい感じに映っております。フレアが広がってますけど、逆にそれがエモい感じでね、フィルム写真らしい、フィルムカメラ写真らしい、作品になっておりますね。ダムさんさんありがとうございます。次がね、ミッシェルさんから2枚ですね。冬の晴れ間カメラ写真、試写して、まさかこの後豪雪になるとはということですけども、2枚ですね。1枚目が、持ち家サザン、あ、じゃあ、ごめんなさい。我が家のサザンカ、ミノルタ V2、コダックゴールド200。2枚目が、家の前にお花を咲かせましょう。カメラ、は、富士か V2 か。ん？ん？どっちだ？コダックゴールド200ということ。あ、ミノルタ V2 と同じ V2、V2 違いということか。やるな。ムジカ V2 は操作性含めたスペック、レンズ性能ともに隠れた、名機だと思います。ということで、作品なんですけどもね。1枚目がミノルタ V2 の作品ですね。これ、ものすごくいい発色ですね。特に赤、緑、さすがミノルタのレンズっていう感じで、いい写りになっております。で、2枚目のね、富士カの方ですけど、富士カの方がね、やや淡白に感じられないこともないですが、こちらもいい感じですね。ただ富士カの方はボケがちょっとうるさいかなーっていう気もしますね。はい、どちらもまあいい感じでは撮られてるんじゃないでしょうか。 V2 違いということで、富士カとミノルタは V2 であったんですね。僕全然知らなかったです。ミシェルさんありがとうございます。大雪大変ですね。頑張ってくださいね。の1,2,3,4、もう一人か。もう一人ですね。イクオさんの作品でいいのかな。ニコさん2枚ということですね。毎度お疲れ様です。作品投稿コーナーにお願いします。モノクロ写真ばかりで撮っていたニコ F3 にカラーネガを装填してテスト撮影してきました。タイトルが暖かい象形。2枚目がタイトル緊急事態宣言発令中、人影まばらな京王玉川駅。あ、緊急事態宣言発令中でいいんか。で、写真なんですけども、これカラーネガで、撮られてる。これピントの焦点は前の方に来てるのかな。奥行きのある写真を、撮ろうとしたところかな。ちょっと被写体が1枚目はっきりしないから、2枚目の方はね、かなりいいと思います。これね、閑散とした街を撮るということで、ちょっと曲がりくねった路地をね、撮ってるんですけどもね、その閑散度合いが人が何人か写ってるっていうところで、まあ慶応京王玉川駅付近ということでね、まあ僕らはね、その商店街とかはね、徳島の人間なんてこのぐらいの人通りで普通なんですけど、京王玉川駅付近はこれはちょっと異常なんでしょうね。何と申していいかわかりませんが、これ2枚目の方はね、なかなかいいと思います。はい、1枚目の方はね、もうちょっと被写体を絞り込んで、ピントを合わせるなり、構造を合わせるなりした方が良かったかな。まあちょっと、まあそこは好みもあるんでわかんないんですけどね。はい、それではここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日すごいいいのが来ましたよ。俺のカメラに投稿しますということで、鶴尾さんの投稿ですね。ニコン FE です。2020年10月くらいにリサイクルショップで500円で購入しました。安すぎやろそれ。動かないだろうと思い、電池を入れるとシャッタースピードが1秒から8秒までは不安定ですが、それ以外では全て動作しました。使ってみて、まず巻き上げが軽く心地いいです。いくらでもシャッター
カラシャッターを切っていられます、そして電池も LR44 が2個とコスパも良く、さらに非 AI レンズも装着できる優秀なカメラです。早速修学旅行で九州に持って行きフィルムを入れて写真を撮りました。現像にまだ出していませんが、思い出作りに貢献してくれたと思います。1枚目は阿蘇の烏帽子岳をバックに、2枚目は噴火する阿蘇の中岳をバック、3、5枚目はホテルのイルミネーションバック、4枚目はエクスポシティのイルミネーションバックに撮影しました、ということなんですけど、これ素晴らしいですね。全ての写真が素晴らしい。写真のセンスを感じますね。これどれでもね、タイトル画面にしていいような気がしますけどね。3枚目のね、作品を、俺のカメラのこのタイトル画面にいたします。はい、鶴尾さんありがとうございます。次はね、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー、ちょっとねドリームロコモーティブさんの投稿なんですけど、ちょっと見落としてました。ドリームロコモーティブさん、すんません。これ10日ほど前の投稿になります。すいません。いつも楽しく拝見しております。今回はやったやっちまったのコーナーに投稿させていただきます。やったーですということですね。カメラはキャノン EOS 55になります。先日ヤフオクのジャンク一眼レフカメラ4台セット3830円を落札し、3台合計その1台です。20代の頃カメラを始めようと思い、最初に買った一眼レフが EOS 55のブラックでした。当時は視線入力の対応カメラということもあり、非常に気に入ってましたが、デジタル一眼への移行に伴い売却、所有するデジタルカメラもミラーレス機が中心となり、 EF マウントレンズも全て処分したんですが、今回動作する EOS 55のシルバーが手に入り、せっかくなのでまた EF レンズをと思い、近所のハードオフに行ったところ、程度の良いジャンクレンズ、タムロの 277D2880 を330円で発見。色もボディカラーと同じシルバー。あれ、おかしくなった。これはと思い速攻入して、キャップ類やフードもジャンク箱から探し出して揃えました。原点回帰で手元にまた EOS55 が戻ってくることになるとは、これも運命。一から写真の修行をしろとフィルムカメラの神様からのおもし飯と捉え、大事に使っていこうと思います。またこれ、アグファ400 APX400 で、オレンジフィルター YA2 をつけて試写もしましたので写真もお送りしますということなんですけど、なかなかの写りになってますね。タムロンのレンズね、これタムロンのね安いレンズはね、あんまり評判良くないことは良くないんですけど、これよく写ってますね。EOS55 はね、私もね、EOS のカメラの一番最初のカメラなんて結構思い入れがあって、ブラックシルバーともにね所有しておりますがね、シャッター幕のねタンパーゴムが劣化してね、シャッター膜が汚れるトラブルが発生しやすいカメラになるので、まあその辺は分かっておられると思いますけど、お気をつけください。はい、今日の動画はここまでになります。ありがとうございます。ね、非常に寒くなっておりますね。特にね、あの北陸とかね、東北、北海道とかね、豪雪になっておりますのでね、雪下ろしとかの時にね、お怪我とかなされないようにね、注意していただけると思います。コロナウイルスでまだまだ感染拡大しておりますのでね、関西はね、どうやらね、ちょっと交通量減ったぞって感じですね。あの休日だけで、平日は全然減ってないですけどね、まあ人の中でちょっとでもね、抑えて、感染が拡大にブレーキ、感染拡大にブレーキがかかることをね、祈ってるんですが、まあなかなか難しいところですけどもね。はい、で、次の動画なんですけど、次の動画は多分ペンタックスの KM の紹介になっていくと思いますが、オリンパスの OM-1 で、ユーフォードのデルタ100を大玄関してね、撮影したのもあるんで、どっちにしようかちょっと悩んでます。まあ、どちらかの紹介になっていくと思います。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちくださいませ。高評価コメントの方ね、どしどし募集しております。コメントちょっと全然追いついてないんですけどね、そのうち返信が乗っかってきますんで、コメントの方よろしくお願いします。高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひ今すぐポチッと押していただけたらと思います。チャンネル登録者の方ね、すごく増えていっておりますが、まだまだチャンネル登録者募集しておりますので、よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。